スコルペヌ型潜水艦は、フランスの DCNS 社とスペインのナバンティア社が共同で開発した通常動力型潜水艦。通常型の CM-2000 型、沿岸向けに小型化した CA-2000 型、エ p プを搭載した AM-2000 型がある。輸出も念頭に置いており、4カ国の海軍に採用されている。また、 顧客の要求に応じて、非待機依存推進を搭載できる準備もなされている。本型は、老朽化したダフネ級の後継として開発された。すでに、ダフネ級の発達型として、アゴスタ級が開発されていたものの、これは、特に艦首の設計が旧式であったため、水中での運動性に限界を抱えていたことから、フランス海軍は、より新型の設計による、 潜水艦の開発を要求した。これに応じて、DCNS 社は S-80 型の開発を開始したものの、しかし、弾道ミサイル原子力潜水艦の開発などによる予算の圧迫のため、結局、フランス海軍は、アゴスタ級の紹介量型である S-90B 型で妥協せざるを得なくなった。これを受けて、 DCNS 社は S-80 型の開発をプライベートベンチャーとして続行することとした。一方、同じくダフネ級を導入したスペイン海軍にとってもその老朽化は重大な問題であったため、スペインのイサル社は後継艦の開発を要求された。1980年代後半、この両社の計画は合流することとなった。これによって開発されたのが、 スコルペヌ級であり、1990年10月に発表された。ただし、スペイン海軍による導入計画は途中で撤回され、スコルペヌ型は輸出専用の計画に切り替えられた。また、2005年には、イサル社はナバンティア社に改編された。本型の船体設計において、アゴスタ級からの最大の進歩点である艦首の設計については、 呂ビ急原子力潜水艦がアメテスト改正で回収された際の設計が流用されたとされている。これにより、水中高速船工事の発生雑音は大幅に低減されており、非探知性、さらに時間装備ソナーによる目標探知能力のいずれもが向上している。なお、監視部には HY-80 高調力項が使用されている。 艦内は2層の甲板から構成されており、上の甲板に居住区が、下の甲板には、機関系が収容されている。居住区は、特殊作戦に対応しており、6人分の予備の、寝台が確保されている。また、監視部には、魚雷発射管が設置されているほか、その下方の、顎部分には、シリンダー状のソナーレイが収容されている。本型は、 通常のディーゼルエレクトリック方式のみを使用するものと非待機依存推進を併用できるものとが開発されている。AM-2000 型において搭載されるのは DCNS 社が開発したメイズマシステムである。これは液体酸素を気化して得られた酸素とエタノールの混合気体を燃焼させて得た摂氏700度の燃焼ガスを用いて 蒸気発生装置で、摂取500度の水蒸気を発生させ、この水蒸気で、蒸気タービンを作動させて、発電を行うというもので、スウェーデンコックムス社のスターリングエンジン、ドイツホバルツベルケドイツ造船車、または、カナダバラード社の燃料電池方式とともに、現在実用段階に達している数少ないエープ、システムの一つである。本型の戦闘システムについては、 フランス海軍が現用する攻撃原子力潜水艦及び戦略原子力潜水艦であるリュビ級およびルトリオンファン級から多くの技術が導入されている。サブティックス戦術情報処理装置は6機の多機能コンソールを有しており、ソナーやレーダー、多艦からもたらされた情報を総合し、指揮官の決断を含めて戦闘全体の統制を支援する。また、 水中攻撃式装置としての機能も有しており、魚雷や対艦ミサイルによる攻撃の際には射撃所限の算出も行う。本型は長距離用のシリンダー型パッシブソナーと脅威警報器、アクティブソナー、平面アレイソナー、栄光ソナーを有している。本型の攻撃装備の中核となるのが、艦首に束ねる形で配置された6門の5 3 3トル。 魚雷発射管である。魚雷発射管には、1門あたり3機の兵装が、搭載できるので、合計搭載量は18機となる。また、これに変えて30機の機雷を搭載することもできる。ただし CA、CA-2000 型では、合計兵装搭載量は12機となる。また、本型の魚雷発射管及び水中攻撃式装置は、 水中発射型の SM39 対艦ミサイルの発射に対応している。これにより、本型は長距離での対水上攻撃能力を付与されることになる。マレーシア海軍のスコルペヌ型インド海軍のカルバリ級潜水艦カルバリ輸出市場において、本型はドイツ HDW 社の209型及び214型というライバルとの対決を余儀なくされている。 209型はやや古いものの、すでに多くの国によって採用された優秀感であり、また、214型はこれを発展させたものである。特に209型には非常に多くのラインナップがあり、これまでの輸出経験と相まって顧客の要求に対してきめ細かに対応できた。また、ドイツには、 輸出用フリーゲートである名工型があり、しばしば209型とセットとして売り込まれている。これに対し、スコルペヌ型を売り込もうとしているフランス DCNS 社やスペインナバンティア社にはこのような選択肢がなく、例えば南アフリカ海軍に対する売り込みではまさにこの点が問題となって敗退を余儀なくされた。しかし、スコルペヌ型の設計そのものは 非常に優秀であり、また、水中発射型対艦ミサイルをセットにして売り込める、などといった、固有のメリットも持っていた。このことから、1997年に、チリ海軍が採用を決定したのを皮切りに、2001年には、インド、2002年にはマレーシアが採用を決定した。さらに、一度は採用の取り消しを発表した、スペイン海軍も、2003年、 本型を発展させた S-80 型の採用を決定している。並走搭載量は CA-2000 型では12機となる。海外官邸ニュースブラジル海軍向けスコルペヌ型の2番艦が浸水。世界の艦船通貫943周回忍者 P167。ありがとうございます。